はい、どうも皆様おはこんこん、どうもソウスケです。プロ野球スピリッツ2015実況プレイ上原浩二物語パート1やっていきたいと思います。でね、前回までは、まあ、前回というかね、前回は田中将大物語をやって、で今回はね、まあ、セリーグのピッチャー誰かやりたいなと思って、自分の好きな選手どれかなって探したところね、まあ、上原でいいかなって感じでね、やっぱり上原いいですよね。まあ、この時は1999年の時の巨人時代の上原みたいですね。で、開幕戦一応エースとして、チーム設定でね、やっときました。ってことでね、開幕戦、今回やっていきましょう。ね、巨人ってことでね、まあ、ぼちぼち勝っていけるんじゃないかなと思いますけどね、藤村で多いとか言われたら腹立ちますね、なんかね、上原ね。まあいいか。いやー、DeNA ですね。今年 DeNA はなかなか調子いいですよね、ほんと。何なんでしょうね。まあ、打線が機能してますもんね、一番ね。3割バッターばっかりですもんね、ほんと。さあ、開幕戦、やっていきましょうかね。どうなるでしょう。今日12球団一斉にセパが東京ドームですね。まあね、上原自体の能力もぼちぼち高いんですけど、まあマー君ほどではないですからね。どうなるかなーって感じなんですけどね。オープン戦をやった感じは、なんかコントロール厳しめって感じですね。まあやっていきましょう。で、ユーザー設定今はどれぐらいになってるんですかね。今普通プラスからまた始まってますね。まあ、じゃあこれのままね。どうせそのうちすぐねパーフェクトになるでしょうからね。パーフェクトになってから楽しみにやっていきましょうね。まあ、最初にね勝ち星稼いどくっていうのも面白いですからね。まあ、この企画はねどちらかといえば、雑談メインのゆっくりした動画になったらいいかなと思ってるね。この物語侍道のやつの、その自分が作った選手じゃない選手はね、そこまでガチガチでやらなくてもいいかなと思ってるんで、まあ雑談メインのねゆっくりした動画にしていきたいなと思ってるんで、まあでもやっぱりいいピッチャーですよね、ほんと。あ、やばい。おラッキー。さあ巨人もね、今年もなんやかんや序盤がなんか微妙とか言われながらも1位ですもんね、ほんと。さあ筒香ですね。今畠山がホームに、うわやばい、戦い方に余裕を持てるようになりますからね。本当にそうですよね。ホームランキングが今あれですよね、畠山ですよね。で2位が筒香とかロペスですよね。まあ、梶谷も結構ホームラン打ってますよね。まあ毎年よく打ってますもんね。やっぱりいい打線ですね、ほんと。だって3、4、5がしっかりしてますもんね。いいバッターで揃ってますもんね。巨人もね、村田がそこそこ調子上げてきたんですかね、最近ね。まあ、上原は僕の理想的には打たせて取っていけたらなとオープン戦見て思いましたね。いやもう僕的にはレッドソックスのね、レッドソックスの上原を再現してほしかったですね、昔じゃなくてね。やっぱりすごいみたいですね、上原のその能力の高さっていうのはね。やっぱりすごいみたいですね、ほんと。あら、ゲッツーはないよ、ゲッツーは。今のところは普通プラスっていうのもあってね、順調ですね。あ、やばい、ファル。オッケーオッケー。そうですよね、小宮山さんからお墨付きをいただきます。でね、まあ雑談といくと、おナイスプレー、いいよ、井端素晴らしいですね。ファーストに井端いてくれるだけで全然ちゃいますよね、やっぱり。どうなんでしょう、井端のファーストの、能力って。あ、 D もあるんや。坂本は C。梶谷ってそんなに守備良くないですよね。めっちゃ足速いから守備良さそうなのに。まあ、それとこれとは違うんですかね。切れていきます。ファウル。でね、その雑談というかね、まあ、最近まではね、この最初の挨拶ね、まあ、おはこんこんっていうのは、
おはようございます、こんにちは、こんばんは、略称として、まあ、自分が考えたやつなんですけど、でいつもその後どんぐりですってことを言ってたんですよね。まあ一応ね、その YouTube のアカウントがどんぐりスタジオってことでやってるんでね。でもまあどんぐりっていうのは別にあだ名でもなんでもなくね、まあなんとなくそういう命名をしたっていうだけで、これからどうしていこうかなってことを思ってて、うん、まあね、どんぐりですって言ってもよかったんですけど、まあね、自分がね、その高校時代ね、そのソウスケソウスケって言われてたんですよ。その別に本名は全然違うんですけど、なんかね、その大学の、僕が大学1回の時にそのサークルに入った時に4年生の先輩がね、なんか僕は全然そんな気はなかったんですけど、そんな気というかね、思ったこともなかったんですけど、だからあの、まあ、今は離婚しちゃいましたけど、高岡ソウスケいたじゃないですか。高岡ソウスケに似てるみたいなことを言ってもらえて、でなんかそのサークルのみんなからはそのソウスケソウスケってこうね、高岡ソウスケのソウスケを取って、まあ名前でも何でもないあだ名を呼んでもらえるようになって、まあ僕自身もね、高岡ソウスケ自体は好きやったんで、まあよくルーキーズとか見てましたし、うん、まあ好きやったんで、まあ全然その嫌な感じもせず4年間ね、そういうあだ名でやってきたんでね、まあそれもこういう動画でも使っていいかなってことでね、これからはどんぐりスタジオのソウスケってことでやっていきたいなと思いますね。本当は本名は全然違うんですけどね、うん、まあまあまあこれからね、そういう風にやっていけたらなとは思ってます。うん、どんぐりっていうのはね、まあ一つのあだ名でもあるんですけどね、うん、まあちょっとね、響きが悪いというか、うん、まあ微妙やったんで、まあそういう名前でね、これからやっていけたらなと思います。じゃあね、試合に戻りましょう。まあ試合に戻りましょうっていうかね、あのまあ0対0なんですけど、その上原のね、その今までの生い立ちみたいなね、そのことやってたんですけど、まあ一番ね、へーって思ったのは、そのなんかまあ日本ではあんまりメインじゃないみたいですけど、そのあ、やばい、センター前、うわー、初めてヒット打たれた。んでそのメジャーでね、その新しいというかメジャーではメインのその成績みたいなのの中に、そのフォアボールを1個出すまでに三振を何個取れるかっていう記録があるみたいなんですよね。やべ、だから例えばフォアボールを1個出すまでに10個ぐらい三振を取れたら、まあ、すごいねっていう、まあ、それでなんかその平均の平均というか優秀って言われるのがね、そのフォアボール1個に1個出すまでに 3.5 個三振を取れれば優秀みたいなんですよ。結構わあ、帰ってくる、危ね、よかった次ピッチャーで、全然悪いボールじゃないんですけどね。でその続きですけど、その 3.5 個だ、1個フォアボール出すまでに 3.5 個三振を取ったらものすごく優秀らしいですよ、アメリカでは。でもね、上原はね、そのレッドソックスに入った1年目はフォアボール1個出すまでに14個三振取ったらしい、14個以上、 14.33 でしたっけ、だからそれぐらいだと思うんですけど、 14.33 なんか三振を取ったらしいんですよ。それがものすごくそのアメリカで評価されてるみたいな、まあ、今となってはね、そのもうレッドソックスに欠かせないクローザーですけど、まあ、入った当初そこまで話題にならなかった時も上原はすごいみたいなやつらしいですね。まあ、それがね、うん、その動画見ててへーと思って、まあ、一番印象的でしたね。まあね、その上原っていうピッチャー、まあね、34歳から向こうに行ったらしくて、まあ、ちょっと落ちかけてましたよね。なんか遠野とかね、その時宇都宮とか、まあ、菅野とかはまだ多分行った後やと思いますけど、まあね、結構巨人にもいい選手が出てきて、上原はちょっと陰に隠れたぐらいから行って、まあね、そんだけ活躍できるっていうのはやっぱりすごいですよね。目の覚めるような速い打球をガイアオーバーまで飛ばすことができる、打ちました、流しました、これはどうだ。その前にね、1点ぐらい取ってほしいんですけどね、味方打線取ってくれないんですかね。援護丸なんでね、
危のないか。フルカウントです。梶谷何待ってるんやろ。インサイド落ちました。ナイスバッティングですね。梶谷今日の初ヒットがここで出ました。すごく嫌。2アウトランナー1塁。失望でしょう。ホームランを避けたいですね。オーケー、ナイスボール。ストレート。オーケー、ナイスボール。走りませんね。フォーク。あ、変化球で空振りです。ラッキーラッキー。全然1点取らないですね、巨人。巨人1安打ですか。宮山さん、まさに開幕戦というのはふさわしい、非常に緊張感のある投げ合いになってますね。すごい投手戦になってますね。あ、やばい。緊張感。先頭打者出すのは厳しいですね。存分に出てますよね。そうですね。バルディリスでしょう、次。なんとしても緊張感を感じます。いやー、ロペスバルディリスめちゃめちゃ調子いいですもんね、今年シーズンもね。バルディリスなんかオリックスにいたよりもちょっと痩せましたよね。なんか スマートになってますよね。バルゴツかったですもんね、そのいやオリックス時代ね。そう、なんか上原のフォークなんかそのゲーム内ですけどめっちゃナックルみたいに揺れてますよね。なんかそんな気します。ベストピッチになった時ラッキー、ラッキーセブンなんでね、1点ぐらい取ってくれたら嬉しいんですけどね。でね、あと打者打席はオフにしてます。まあね、やってもいいんですけど、まあそんなヒット打てないですしね。まあやってて動画がちょっと長引くだけなんでね、それはもういいかなってことで。うん、そのうちも久保打てないですね。あ、もう疲れてきてるから、ちょっと楽しみにしたいですけどね、次の回ね、打順がもしよかったらね。でも巨人打線ここまで抑えられるってやっぱり久保すごいですね。うん、ちょっとフォークダー、フォークボール、フォークダーってなる。フォークボール抜けかけてますね。ストレートはね結構安定してきたんですけど、あとフォークボールを安定させないとダメですね。よしよしよし、オッケーオッケー。最近なんかショート井端、セカンド坂本っていう、あの守備陣の時なかったですけどね、巨人。なんか僕もハイライトしか見てなかったんで、もしかして見間違いかもしれませんけど、へーって時が思った時ありましたね。まあ、速報をプレイする前は絶対ハイライト見てやるようにしてるんでね、そっちの方が面白いかなってことで。全然点取る気配ないですね。はぁ、9回とかにね、さよなら勝ちしてくれたらね、一番楽しいんですけどね。いやー、井端がファーストっていうだけでものすごくありがたいですね。まあね、サードショートはね、あの村田坂本なんでね、まあ安心して見とけるでしょう。村田とかめっちゃ守備うまいですもんね。なんだな守備うまいんですかね。まあ、中村のりといいね。はい、フォークボールがなんか安定しませんね、あんまり。インサイド落ちました。ね、わずかに右に切りました。ファールボール。フォーク得意やから絶対ちゃんと投げな。見逃して三振です。ねえ。バッターボックスには。なんでこんなすっぽ抜けるんでしょうね。まあ、そんな間違ってないと思うんですけどね。ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあここは。そろそろ打線援護2番からなんでね。楽しみにしてもいいと思うんですけどね。ダメですか。3番ですか。あら。お、頼む。お、来た、来い、来い。なんだよそれ。満塁で打たないっていうね。まあいつものことですけどね。まあこれ何回まで投げさせられるんでしょうね。まあでもこれでもし試合勝てたら結構楽しいですよね。うん。さあバルディルス、バルディルスってそういう粘り打ち持ってるんですね。へえ。でもあれですね、 DeNA も結構あの選手が若くなってきて、関根っていう人も結構 2,3 年目ですよね。2番打ってる、1番打ってましたっけ。 1,2 番打ってるね、関根っていう。関根何回言うのって話ですけど。で倉本っていうのも多分結構若い選手ですよね、きっと。まあね、ちょっとねピッチャー陣が微妙ですよね。まあ久保、井野、まあ三島とかはいいんでしょうけど、あとね三上とかね。いや、まあ、三上今怪我してるんですよねきっとね。あら、今打つか、今打ちますか。
ジャイアンツがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。まあ勝利投手ではないですけど、ヒーロー賞と2桁奪三振で無失点で乗り切れたってことは、まあいいとしましょうかね。まあいつも勝ち星スタートなんでね、また違うスタートもいいでしょう。マチソンええとこ取りしましたね。ほんと10回被安打54奪三振、なかなかいいですね。うん、まあ評価が上がろうが上がる前がもうエースなんですけどね。だからこいつにね偉そうに言われるのものすごく嫌なんですけどね。うん、まあいいでしょう。まあ、なかなか三振は取らましたね。まあまだ普通プラスなんでね。うん、お、一応ヒーローインタビューみたいなね、一応番組でも放送されてますね。うん、お、いつものおばはんですね。あ、無視しよう。痛い痛い、勘弁しても。じゃあね、今回はうん、これぐらいにして、まあ、次回はどうしましょうかね。阪神戦、ここの阪神戦取りましょうかね。うん、多分きっと17日登板やと思うんで、ここの阪神戦、ヤクルトもいいですね。ヤクルト変わりますもんね。あー、どうしよっかな。ベイスターズ取りましたしね。まあ、とりあえずここの次はここの阪神戦取りたいと思います。17日のね。うん、いや3日取りましょうか。次は3日の阪神戦取りますね。だから次の登板取りたいと思います。うん、まあ初戦は勝利じゃ飾れなかったですけどね、まあ、次回は勝てるように頑張っていきたいと思います。多分ね、うん、まだ普通プラスですよね。だから今まだ勝ち時ですね。うん、じゃあね、今回は第1話パート1ということでね、うん、まあいろいろ雑談もできてね、良かったんじゃないかなと思います。それではね、今回はこれで終わりたいと思います。それではね、ご視聴ありがとうございました。また次回見てくれたら嬉しいです。それではね、ソウスケでした。さようなら。